カルム買いに行ってもいいんじゃないかな。なるほど、星6カルム進化させちゃいましょう。もうあの今はい頑張ります。何今の気持ち悪い笑い。新しい時間が始まりです。あなたの星の声を私に聞かせてください。そんな軽くないと思うけどね多分。金メダルは銀でできてるよ。どうも始まりましたゴージャス動画でございます。私ゴージャスです。アシスタントはヨキュンです。ヨキュン、はい、すごいね。ね、金メッキ。はあ、そっか、ね、やっぱさすがにあの大きいゴールドは高すぎるのかな。売っちゃう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 、うん、俺だったら売っちゃうはい、あとはね最低クラゲー。はーい、さあ今日は一体何やるのかな。はい、今回はうんプレフローをやるよ。プレフローをやるよ。プロデューサーさんとカオリンゴさんにお越しいただいてます。ようこそ。こんにちは、プレフローの宮殿へようこそ宮殿でした。宮殿にも変わったね。変わった。宮殿にもできますんで、宮殿です。今変えました。はいはい、ということでさあ今日はで、プロフローで、はい、うん、どうしましょう。今回はプロデューサーどうしましょうか。どうしましょうプロデューサーに振るんだね。いやもう迷宮入り、迷宮入りですよ。もうプロデューサーどうしましょうって言ったらもうこれなんかあれですよね、ヨキュンさんに以前、はい、グランドクエストのカルをやってもらって、はい、入り口だけやってもらったんですけど、はい、その後、ね、その後プレイしていただいてれば、うん、そろそろカル迎えに行ってもいいんじゃないかなと。なるほど、星6カル。お、はい、え、結構前でしょだってあれやったの。いやあのね、ちょっとあれ本当にあの時に高橋さんから、うん、カルーのグラクエは結構骨が折れるんですよって言われてて、まあ、帰ってからすぐその次の 100% まで、うん、ちょっと一歩手前までやっとこうと思って、はい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 、やったら、はい、勝てない勝てない、うん、何これみたいな。あ、最初はちゃんとクリアできたんですけど、うん、その後なんか何パーまでだっけ。そっか、100% にならないと新しくカル進化できない。そうなんですよ。で、もうとにかくどんなに頑張っても倒せなくて、すごい困ってたんですけど、以前ブレナマの方でマクスウェルをゲットして、うん、マクスウェルをパーティーに入れた光パでちょっと押してみたら、うん、いけたんですよ。おお、でも本当にギリギリすぎて、うん、素晴らしい。やっぱりマクスウェル大事ですね。全然わかんない。マックスウェルの良さが全然わかんない。ま、じゃあまだゲットしてない。そうなんです。だからあと1回、うん、あと1回多分1周ちゃんと回れば、うん、ゲットできるようにはなってるんですけど、今回最後、うん、それ本当に勝てるかわからない。なるほど。それはさ、多分さ、なんかオカルさんへの愛が足んないんじゃないですか。こんなに頑張ってるのに。こんなに頑張ってるのに。そうだ、うん、あんなに水のクリスタルゴッドを溜め込んでるのに、うん、溜め込んでるのにそう、オカルさんのために。うん、うん、そう、もう来ていただいたらもう瞬、もう即座に120になれます、うん、もうそれは断言できます。本当に。はい、じゃあとりあえずまあ今日じゃゲットして進化させちゃいましょう。もうただの今、はい頑張ります。何今の気持ち悪い笑いは。いやちょっと、うん、もうちょっとやりましょう。やりましょう。どうした。やりましょう。いいやっとけ。最悪水のクリスタルごと、水のクリスタルごと最悪ベヒモスに食わせますから。いや、ベヒモスいないから。ベヒモスいないから。ベヒモスない、うん、ベヒベヒってない。はい、ということで早速じゃあ画面、ヨキュンの画面いってみましょう。こちらです。ドン。ということで、うん、1パーティー目が、うん、もう私一番最初に自分でやってた時に、うん、闇でやったんですよ。あんまり光の持ちがなくて、はいはいはい、ユニットが、うんうんうん、だから闇でうん、マグルスを進化させて、うん、星7にして、はいはいはい、100% 乗るじゃないですか、うん、だからそれでちょっと闇で押してみようかなと思って闇で揃えてやったんですけど、全然ダメで、うん、そしたらこう、ま、皆さんからもマクスウェル取って光で押した方がいいよって言われて、うん、とにかくあの高低石っていうんですか、はいはいはい、とかも使って、うん、ゴリ押しで最初に削り切れるところまで削る、うん、でそうすると結構、うん、致死量の攻撃を、うん、HP1 になるぐらいの攻撃をしてくるので、うん、もうこの子たちはそこで無駄なアイテムを使わず、もうそこまでが光パーティーの役目で、はい、2パーティー目になって、うん、1回復活するので、うん、それを削り切れるぐらいまでやるのが2パーティー目の役目みたいな感じでやったんですけど、カオリオさんこれどうですか、アドバイス的に。はい、私もこの作戦で行ったので、はい、いけると思います。いけると思います。本当にね、BB レベルが全然育ってなくて、何パーセントいけると思います。
99。これで死んだら大変なことになってしまいますね。でもきっと本当に大変だって分かってるんですよ。で、2パーティー目はちょっと、まあ、いつものパーティーを解体して、はい、まあこんな感じにしてみたのですが、はいはいはい、もう何がいいか分からなかったんです私は。で、3パーティー目がもう、うん、これがガチパガチというか、まあ、最終的に、うん、最終的に BB も、まあ、あるかなっていうので、これがフィーバーがリーダーがいいか、うんうん、リリマタをリーダーにした方がいいのかがちょっとすごくまだ悩んでて、うん、大丈夫だと思いますけどね。うちでもそんなに変わらないですかね、うん、これフレンドは？フレンドは、はい、高橋さん。おお、ちょっとこれ負けられないですよ。これは本当に絶対これはうまくいくと思います、はい、第一パーティーは。おお、削り切って、はい、あとはなんかいろいろと本当に、うん、一歩間違えれば、うん、全滅なので、そこだけ気をつけて、ね、本当にそうなの、うん、オカルさんに会えなくなるんだ、ね、そうなんです。これでオカルさんに恥をかかせることになっちゃう。これでじゃあ第三パーティーの、ね、これでオカルさんゲットしたら、うん、ベヒモスに食わせよう。なんでなんでだなんでだよ、感動、なんでだよ。すげえ、おーってまたなコメント流れるみたいなニコ動じゃないから感動するよあれは、うん、さあ、それじゃあ、はい、冷静に、はい、まだね、道中も長いんでおしゃべりしながらいきたいと思います、はい、では、合計に出る。よし、いけ、頑張ろう。さあ、かおりんごさんにもね、アドバイスもらいつつ、はい、ちょっとここからまた長いので、うん、お待たせしちゃいますが、はい、サクサク、うん、これも以前読んだのでスキップしていっちゃいますね、うん、はい、さあ、行きましょう。さあ、三方向からね。はい、ゴージャスは、はい、もう、ごめんなさい、ブレイブローはこのドラクエはもうクリアされたんですか？これはそうですね、欲求がやっぱりオカルさんを取るっていうのが多分最初の方がいいかなと思って、うん、あ、はい、わざと、わざと、そうですね、やってない、まだやってませんね。今これを見てまあ、クリアしましたら早速同じ編成でいきたいと思ってます。ゴー様はまだ前回は一緒に最初1回目は進まれてましたけど、うんうん、その後やってらっしゃらないんですよね、うん、そうそうそう、いや本当にどれだけグレアムが強いかを見てほしい、うん、ここでやってるのなんて本当に遊ばれてるだけです私たち。本当に、おお、いける、おお、やっぱ強い。いや、ここは全然あれなんですけど、平気、この後がきつい、とか言ってここら辺で死んだらちょっとあれですよね、死だがちょっと心配でした今。まあ大丈夫でしょう。そうで、 BB ゲージを貯めていきたいとこですね。これ、ね、同じとこやってるからもうパッと、うん、ここはね、むしろ音でいいぐらいですか、ね、スキップで、あ、ちょっと削ったらもう逃げちゃうんだね。そうなんです、クラゲもらえちゃう、クラゲは全然よ、この一つ前の誇り高きをやってるかな。あ、やってるの、うん、やってるけど全滅しちゃったこの全滅しちゃった、悲しい、うん、ダメだな、ワンコンすればよかったんだけどねいや僕またワンコン、もうコンティニュー考えたらもうダメだもんダメだそんなのさあ、おー危ないな、どうしよう。でもあと、あ、でも、うそ、ここでやられちゃうの、うん、わかんない、怖いから回復してく。どうですかカオリンゴさん、ちょっと、いや、大丈夫だと思います。おおまあね、キューって言ってたからね、うん、あと一歩は、今はどこだったんだろうな、ね、事故かな。で、さあゲートオープン、はい、これのなんか最悪カオリンゴさんみたいにね、うん、ギブアップしちゃえばいいしねちょっとそれは前回の前回の放送ですか、申し訳なかったですただグランドクエストは今回のバージョンアップでボス戦で
負けた場合にその直前からリトライをすぐできる。本当にありがたい機能です。このおかるさん取りに行くのもだいぶ違います。一回死ぬと同じ道中をずっと3本、うんうん、全部最後まで押し上げないといけないんで。ですよね。結構時間かかって、はい、めんどくさいからやめました。いい機能がね、うん、だから本当にユーザーのことを考えてくださっててありがたいと思いました。さすがユーザーのことを愛してますと。パーティー構成が納得いっていればもうちょっとなのにならない時にも何度も戦っていただけるように。おお、わあ、それは助かりますね。こうじゃいけないじゃん。だからパーティー構成がこれでは勝てないなとかいう場合は、まあ、多分何度リトライしても勝てないのでゲームオーバーしてしまうしかないんですけど。しかもその途中まで上げてた BB ゲージとかのまままた再開できるんですよね。そうですね、それがすごく嬉しかった。いいことだ。熱いな。ブルーフォーは脱ぐよ、熱いから。何もしてないね。お、適当なところになったら言って。はーい。プレフロ箸休め劇場。どうしました、お嬢さん。あ、召喚師様、実は私の友達がグランガイアで召喚師になろうかなって言ってるんです。いいじゃないですか、春はスタートの季節ですからね。うん、いいスタートが切れると。いいスタート、うん、いいスタート、うん。あ、でも今から始めても一緒に楽しめるでしょうか。私とももうかなりの差になってますし。それではあなたがフレンドになってあげなさい。強いフレンドがいればどんどん先に進んでいけますからね。そっか、レイドバトルとかも手伝ってあげられますもんね。うん、やっぱり先輩が後輩を助けてあげなきゃね。あ、なるほど。そうだ、召喚師様、うん、私ここのボスが倒せないんですよ。どうしたらいいんでしょうか。めっちゃ進んでる。知らない敵と戦ってる。俺の方が強かったのに、いつの間にこうなったの。プレフロのダウンロードはこの画面の下の説明文から。ベテラン召喚師の諸君、まだレベルの低い新人召喚師たちには優しくしてあげよう。そしたらいつの間にか抜かされてる。こんなことってある？絶対ないでしょ。もうすぐ？まだ？まあ、全然これ3本持ってかなきゃいけないから。まだか、うん、むしろそこまで進めといた方が良かったですかね。いや、いいよ。いい、ここは、うん、取ってないか今。まだ休憩です。流れてないか。あ、休憩 してください。ストレッチをお始めになられたぞ。あ、あ、これは新ストーリー？新ストーリーになりますね。これ私も私も初めて見る、ここ。うん、やれやれ、久しぶりにじいさんに説教されちまったな。仲間を信頼しろか。確かにな、今なら二人がコロシアム跡地に向かっているのをより信じられる。この感じ、不思議な感覚だな。おかるさん、また人として成長されたのですね。
ちょっと待って。ガチで。ただいまスタッフがゴージャスの背中を揉んでおります。あ、それ今それはそれ、ああいいねこれ。消えかなこれ。あ、でも怖いもんな。すいませんね、お時間かかっちゃって。なんか箸休め劇場みたいな。デュークだ、デューク。デューク。靴が青っぽくない。靴が青っぽくない。いやちょっとだから見えないからいいんだよ靴は。足はね見えないから。カオリンゴさんの鋭い。見えないと思って。あれ？シンストレじゃないね。そう、大丈夫です。ゴージャスさん大丈夫です。はい、はい、スキップ、はい。ここでね、岡田さんはみんなを待つっていうお話ですね。で、3パーティー合流するとこまで行くので、あと2パーティーあそこまで連れていかなきゃいけないんです。ね。ショーリンジ？地獄好きは使わないでしょ。地獄好きは。軽くなったな。どうだもん。いやまだまだ、あの多分あと倍の時間ぐらいかかります。まだ倍の時間かかる。あ、でも。なんかガサゴサしてる。じゃあもういろいろ使って、何のトレーニングなの？これタオルを使うことによって本当に普通これよりもこっちの効果の高い。へえ。タオルってあながちそんなにね、みんな高いタオルだろうと思うけど、うん、全然すごい筋を伸ばすには最高のものですね。これいいなこれ。野球やるんだ。下手くそだな。やったことないし野球。はい、はいっす。ピッチングフォーム下手くそだったね今。あらあら、一郎だね。頑張ってた。もうやることないでしょ。ないよ。ごめんなさい、お待たせ。ないよ、やることないよ。ごめんなさい。ないよ、前もってなんか言っとかないと仕込むものもないし。ないよ、全然ないよそんなの。頑張って繋いでくれてるけど。すいません。いいんだよ。全然本当休憩してください。いいの、全然もうこれ使わないから、こうどうせこう。え、早回し、早回しですよ。より一層休憩してください。喋っても無駄ですよ、こんなもう。お腹空いてきちゃった。あんたクリアしないとダメなんですよこれ。すごいお腹空いちゃった。これはね、カエルマテント一緒ですよこれ。カエルマブレフローですよこれ。本当ですね。ええじゃないんだよ。なんだ、審議か。おい、目線は見えないだろこれ今。見えない。お前見てるぞずっと。おい、たくいやでも春ですね。いいよ無理やり繋がなくて。しょうがないだろこれ。無理やり繋がなくていいよ。黙ってたらちょっとおかしいだろこれ。いや本当にまだまだあと 2回かかるんで。ねえ、でもちょっと、でもなんだろう、こんな途中ですけども、高橋さん、これロキューンが無事今日彼を進化させた暁には、うん、
メールとかもらった方がいいのかな。顔出して喋るよちゃんと顔出して喋ろよ。だからな、最近なんかやっぱりダイヤも2月で毎日配るの終わっちゃったじゃないですか。ああ、そうですね。最近なんかあんまりなんかないなと思ってどうなのかなと思って、でも星なら進化は止まらないわけじゃないですか。星なら進化は止まらない。止まらない。あれ、カエルがどんどんいないんですよ、これ。なんかどうなんすかねと思って。そうですね、顔出して喋ろよどうしましょう。どうですか、うん、どうしましょうか。なんかそうですね、いつもと違うプレゼント、あらとかにします。本当ですか。ミッションの功績ポイントとかもプレゼントできたりするんですよね、最近は。ほー、まあ、ゴージャスさんのあのマックスウェル最初のための宝石ポイントプレゼントが、はい、あら、え、ありかなと思いますけど、見ようかなどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。好きなものに変えられる。好きなものに変えられるんで。あ、確かに、あ、確かに。そういうことか。好きな色のクリスタルごとにもなるし、カエルにもなるし、カエルにもなるし。おお、いいですね、それ。顔出せよ。どうする、ゴージャス。やっぱりヨキュンが。いや、てかこれ今日本当に自信がない。いや、大丈夫大丈夫、うん、あとはなんとかすっから俺が。本当さんに。あと、ゆうりさん。クリアできたら、クリアできたら。クリアできたら。うん、じゃあ高橋さん今日クリアできたら。そうですね。どうでしょうかね。功績ポイント2000ポイントぐらい。え、したら結構交換できます。そうですね。1000。ヨーマが1個500ぐらいなんで。あら。まあ、全部ヨーマに変えるもよし、バーストフログ2体ぐらい。あ、緊張してきちゃった。まあもうちょっと溜め込んでやればよし。いいですか、ちょっとやっぱ僕そういうなんか語呂合わせが好きなんですけども、ヨキューンということで4900ポイントとかどうですか。なるほどねそれは多すぎるかな。一回それで一回それで一回収めておきましょう一回じゃあ、わかりました、はい、2000で後から増えますんでちょっと待ってくださいね交渉するんだあるんですよ、僕ちょっと今ちょっと決め手が1個。おなるほど、はい、それをねちょっと言ったら多分高橋さんもね嫌とは言えなくなると思います。なるほどじゃあ来ましたか。ドキドキしちゃった。はい、じゃあ行きましょうか。おやおや、皆さんおそろいで。それだよく思い出した。3人が一緒に現れるとはちょっと予想外でしたよ久しぶりに。私はカル君あたりが責任現れるとばかり思ってもたんですけどね。平泉さん期待を裏切って悪かったね。いやいや悪くなんてないんですよ、こういう展開も大歓迎です3人が私に一斉に戦いを挑むのですか。それってちょっと卑怯じゃありませんか。これまで私たちを散々罠にはめたくせに何言ってんのよ。くっ冗談ですよ、冗談。神と人間の戦いに票も減ったくれもありませんからね。騙す方が疲れていて、騙される方がバカさんなんですよ熱くなるなよ、セリア脳ガキはそれくらいにしようぜ、魔人グレアム。今日こそお前に引導を渡してやる。くっ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 忙しい。くっ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 いいでしょう。あなた方三人なら私も気を出して相手をしてあげます。少し前に嫌な老人に会った鬱憤も晴らしたいですしね。魔人に本当の力を出させてしまった愚かさを後悔しながら死になさい。古畑任三郎でした。そっちかそっちか入りましたね、今回ね。はい、もうグレアムはあれのイメージしかなくなっちゃいましたないです ね, ねもうアニメ化の際に は CV は絶対にさあ、こっから、これですね、こっから、はい、本当に緊張する。よし、じゃあ、とにかく頑張る。行きましょう。決定。さあ、もうここからもう焦らなくていい。うん、落ち着いて。本当にポイントがたま、ね、ポイントがかかってると思ったらねプレッシャーだよ、プレッシャー。さあ、楽しい時間が始まりでーすあんたらこの苦しみの声を私に聞かせてくださーい。そんな軽くないと思うけどね、たぶん。
とにかく押す。よいしょ。肯定席。OK。さあ。これで、順番は何の方がいいんだろう。キラが、キラからだな。キラ、マックスウェル。よし、じゃあ。ナルさん、最後かしら。じゃあ、いって。はい。じゃあ、いきます。スーパーブレイブバーストから、とにかく、いく。OK。マックスウェル。うん。セルファ。トニセラ。OK。ネリスは常にたまる。たまる。ナルザ。ナルザ。どうだ。いけー。痛いですよ。やりましたね。お返しですよ。お返しです。あ、結構苦しい。即死しましたよ。高橋さん落ちた。一旦目必ず今の攻撃をしてくるんですよね。あー、じゃしょうがない。蘇生薬かい。いや、これは使うのか使うべきか、そうじゃないか。トリンゴさん、どうすればいいですか。ちょっと待ってください。こんな考えた、すごい。いやでも自分の時のことを、自分の時のことを、やっぱりこの1パーティー目でアイテムを使いすぎない方がいいと言われたので、ここはこのまま残った子たちで BB を貯めて頑張っていきたいと思います。トリンゴさん、ちょっとね、トリンゴさんがじゃあ今日はセコンドしつつ進めていきましょう、これね。いいですね。トリンゴさんのアドバイスで。もう野球さんに勝ってほしいから、私はもう身を持ってます。頑張ります。行きましょう。はい。勝ってほしいから役に立ったわけだ。ね、作り手の側でしょ。痛いですね。お返しですよ。危ない、これやばい。まばら、オッケー。おー、耐えた。戦ってる最中もグレーも喋るんです。新しい、ね、新しい。回復薬は使っていこう。だって回復がいないパーティーだもん。あれ、回復がいない。おー、やったやった。大丈夫大丈夫。リグナス。で、まあゲームはね、やりたいようにやればいいんですよ。おー、おー、そうだそうだ。やめて、お願いやめて。おー、耐えた。カオリンゴさん、どうですか、いけそうですかね。まだ助かります。お、ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それここチャンネル登録は8000。